ここはね、古市町の公民館です。公民館の敷地の一角にね、このような場所がありますよ。ここはね、かなり、いろんなものがありますね。メインはね、こちらだと思いますね。史跡、お正塚の多宝塔。多宝塔、14世紀末のもので、塔の層は一部石材が異なっている。ああ、なるほどね。きっとそれはね、装輪の部分だと思いますけどね。こういった宝塔です。一般的にはね、古市の宝塔って呼ばれますね。立派ですよね。ここに書いてありますね。お正塚。お正六部を葬ったと言われる塚は大正6年に上越線敷設時に塚の土は線路や新米橋駅前の道路に使用され、多宝塔は現在地に移設された。東村市ですね。東地区っていうのがね、ありますんで。すっごく迫力ありますね。こういった大きさ。やはりね、亀の、くびれっていうかな。口の部分。補修の跡も、ありますよね。刀身の部分にはね、東西南北でしょうね。梵字です。仏尊のね、主字。梵字一字でね、仏様を表しますから。こういった。正塚の多宝塔、古市の宝塔です。それではね、正塚の多宝塔、古市の宝塔以外のもの、ざっと見ていきましょうかね。明和七年、馬頭観音。これは、微妙なんですけど、観念仏ってあるんで、供養ってありますんで、こういったものもあるんですね。あれは、馬頭観世音かな、文字塔ですね。ここも馬頭の頭飾りが上にありますんで、馬頭観音ですね。これも観念仏供養ですね。寒い時期にね、お念仏をたくさん唱えますから。文政13年の正月祈祀、馬頭観世音。善良、上海大和尚。ちょっと読みが違うかもしれません。馬頭観音。
法巡礼坂東西国秩父百番供養塔です。法暦の2年っていう記念名ですかね。11月。これは一番上の字は召喚ゼオンかな、召喚門供養塔、まあそのように読めますよね。そしてこちら、まず記念名は嘉永7年ですね。飯野安五郎さん、黒崎上右衛門さん、まあ、2名の名前が書いてあります。そしてね、まあ、上の上段の部分ですけど、月山、湯殿山、真羽黒山、まあ、山岳信仰の部分がありますよね。そしてここの部分は、まあ、西国、四国、秩父、まあ、坂東、まあ、そのような文字かな。そしてね、法、188番供養塔、まあ、このようにね、188箇所の、まあ、観音霊場、札所を回りましたという、まあ、そのような証ですね。きっとお二方で回ったんでしょうね。こういった感じね。安永2年の三階晩礼塔、そして地蔵菩薩座像、如意輪観音、そして、まあ、こちら暗くてあれなんですけど、まあ、手の形が印なんですけど、まあ、地形印になってますね。まあ、一般的に忍者のドローンのポーズなんて言っちゃうんですけど、まあ、金剛界の大日如来の像。でもいろんなものがありますね。まあ、馬頭観音が多いのが、まあ、新米橋駅の近くなんでね、まあ、そういった交通の要衝っていうか、そんなことも影響しているのかもしれません。唯一の宝塔がそちらです。ここはね、公民館になってるんで、ここは薬師堂ですよ。おお、お薬師様、すごい。で、周りにはね、まあ、おでこ様、まあ、病気平癒をね、祈願して、まあ、治ったっていう、そういったお礼ですね。もしかしたら、宝塔の、まあ、総輪の部分はこれかもしれませんね。まあ、ちょっとわかりませんけどね。宝鏡印塔。あ、光明真言。まあ、寛永三歳、真言宗のね、光明真言。ああ、如意輪観音。これは、まあ、台座の部分に月が描かれているんで、まあ月待ち信仰でしょうね。
まあ、彩色も鮮やかですね。そしてね、明治26年、26歳、3月13日。こちらも、台座の部分にはね、まあ、女人甲冑ありますね。まあ、映ってますかね。おー、なかなか綺麗ですね。お花の、まあ、梅かもしれません。誰なんでしょうね。これは、難しいですね。こういった、上にも花がありますね。はい。それではね、古市公民館からお送りしました。ご視聴ありがとうございました。